今回は昭和電機大阪本社工場にやってきました。昭和電機ってどんな会社っていうことをいろんな人に聞いてみたいと思います。マーケティング統括部の大川幸美です。お願いします。で、4月からこの部署に配属になるまで、どういうことがあったか教えてもらっていいですか。4月は外部研修と、あと人事の方の研修が多くて、でそれからは部署で、各部署で研修があったんですけど、それは2週間ごとぐらいで、いろんな部署に、自分が希望した部署に行かせてもらえて、で私は製造と設計と、あとマーケティング統括部で研修をしました。製造グループでは自分で実際に送風機を組み立てたり、あと取引がある会社の訪問をしたりっていうのがありました。で設計グループでは一から図面の描き方を教えていただいたり、あと製品について型式の見方とか、そういったものを教えてもらいました。はい、でマーケティング統括部では今やってるスマートレーサーの営業っていうのがメインだったんですけど、研修の段階で SNS に投稿をさせてもらったり、チラシとか広告とか、あと展示会で流す動画の制作もしました。昭和電機のいいところってどんなところだと思います？入社を決めるきっかけにもなったのが、福利厚生の充実さですね。結構就職活動する中でいろんな会社の福利厚生を見てきたんですけど、やっぱ一番その中でも充実していたのが昭和電機だったので、やっぱりなんか福利厚生ナンバーワンを目指す会社っていうのを言ってるんですけど、本当にすごく充実してると思います。昭和電機ってどんな会社ですか？まだ入社して2ヶ月なんで分からないこともたくさんあるんですけど、挑戦させてもらえる会社だと思います。新入社員ということで、千田さんは昭和電機に入ろうと思ったきっかけ教えてもらえますか？僕が入ろうと思ったきっかけは、もともと全日本ロードレース、こういったバイクのレースを行っていて、でそこで一昨年あたりから昭和電機の、チームに入ってライダーとして走ってまして、そこから、僕が、就職するってなって、レースしながら働ける場所を、なかなかないと思うんですよね。平日も普通に走行があるので、でその中で、働きながらレースができるところっていうので、もうここしかないなと思って、それで昭和電機に入りました。柏木社長バイクレースが好きということ でチームを持っていて、でそういう、つながりがあって入社に至ったと。でそのバイクレースは、昭和電機が、参戦費用だったり、マシンだったり、そういうのってサポートしてくれてるんですか？もうレースに関しては全て会社に出していただいてます。大々的に昭和電機というロゴというか、会社を背負っているので、もうサーキット中でこの会社を知らない者はいないという感じになりますね。でいろいろ今は YouTube などにも結構再生回数も10万回再生とか普通に毎回いくので、結構な方が見られてるということで、認知につながっていると思います。社員とライダーの両立について、会社はどういうことをしてくれてますか？レースで僕が空いてしまって、その分僕が仕事できないんですけど、その時は会社全体として、部署としても、僕の穴を埋めてもらって、他の人に手伝ってもらっている感じです。その雰囲気も、会社としてできているので、気兼ねなくレースに集中できます。そうやって社員とライダー、2つのことを、両立させている。
ていう、そういう昭和電機ってどういう会社だと思いますか？ただ物を作るってだけではなくて、こう、まあ、バイクだけでなくバスボートであったりとか、こういろんなところにこう目をつけるというか、すごいクリエイティブな会社だなっていうのはすごく思います。総務グループの田中理理子と申します。就職活動はだいたい夏ぐらいにみんな終わるんですけど、私は秋までやっていて、それがすごく妥協したくないという気持ちが強くて、長く働きたいと思ったので、企業理念とか福利厚生とかそういうところを見て、でやっぱり学校の紹介っていうのもあったので、すごく信頼もあるなって思ったので、そういうとこを探していた時に昭和電機が見つかって、で就職活動して内定いただいて入った感じです。有給の取得率も 100% を目指しているので、すごく取りやすい環境だと思います。例えばゴールデンウィークって何連休でした？10連休でした。こう連休があったり福利厚生がすごかったりっていうのは、まあ、卒業してから同級生に話したりしましたか？しました。みんな結構10連休もあるっていうのがまず驚かれてて、やっぱり今年は月曜日と金曜日が確か平日だったんで、やっぱり3連休が最大だったんですけど、10もあるっていうのがめちゃめちゃ驚かれました。福利厚生についてはどういう感想でした？他の会社は例えばその住宅補助とかも3万円とかが多いんですけど、5万円も出るっていうので、もうみんな一人暮らししたらいいのにっていう声とかいただいたり、やっぱりお休み多いんで旅行とかも行きやすいよねっていうので羨ましがられました。はい。田中さんにとって昭和電機ってどんな会社ですか？とても優しい会社だと思います。福利厚生の面もそうですし、働いている社員の方もみんな優しいので、優しい会社だと思います。こちら昭和電機の食堂です。今日のメニュー、ポークチャップ、コロッケ2種、山菜うどん、これのどれかが食べられます。はい、定食はここにいろんなお皿があって、こうやってこうやってなんかね、小皿にいろいろ入れるのが割と好きです。キャベツ、野菜もたっぷり、で今日はポークチャップ、よいしょ、これメインメニューです。よこう取っていくわけですよ、こうやって。レンコンの煮物かな。はい、野菜たっぷりで、これ練り物ですね。はい、よっしゃ。で、あとはそう、汁、こんな感じです。はい、いただきます。はい、今日は白菜の味噌汁です。はい、うん、でポークチャップ、うん、うまい。